来月開校する高知国際高校では午前9時に合格者の受験番号が掲示されました。今年の県内の公立高校 A 日程には33校に合わせて3476人が受験し、3209人が合格。競争率は去年と同じ 0.71 倍でした。競争率が最も高かったのは高知丸の内高校の普通科で 1.36 倍でした。 B 日程は今月22日で、25日に合格発表が行われます。